いよいよもう10月の3日ということで、秋本番ということでございますが、こんな秋にふさわしいというか大変素敵な、女性が本日のハイカラ万歳のゲストでございます。ご紹介させていただきます。かかしの、今二人静かという曲が出たばかりで、注目されております、水木舞さんです。どうもこんにちは。どうぞいらっしゃいました。水木舞です。よろしくお願いいたします。お綺麗でいらっしゃいますですね秋というと睡眠だとか、はい、スポーツ芸術、はい、僕の場合食欲なんですけどね。私も食欲かもしれないです。いろいろありますが、はい、代名詞が、はい、やっぱり、まあ、音楽とか、はい、まあ、いろいろスポーツの、スポーツ、はい、スポーツの場合だと、結構こうジョギングとかマラソンとか頑張りますね。そうなんだからこんなにスマートな体型を維持されてよく、まあ、歩いたりとかもね、しますけどもね。あのちょうど先月、はい、9月の24日に、新曲二人静かが出たばかりで、はい、もうこれからじゃあもうプロモーションで、そうですね、今全国、ね、はい、いろいろと回らせていただいてます。そうですか、はい。二人の幸せにぬくもり。まあ、そんな水木舞さんなんですが、2週間にわたりましてちょっといろんな話を今日は伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。あの生まれが滋賀県、はい、滋賀県といえば琵琶湖ということですが、そうですね、もう小さい頃はこう琵琶湖で泳ぐのが普通でしたから、初めて海に行った時に海がしょっぱくってもうびっくりしたくらい、もう琵琶湖は波もありますし、波あるんですか、ね、はい、全然でもね、そうなんです。だからすごく、まあ、そういう琵琶湖でこうの思い出っていうのがたくさんありますね。そうか、滋賀県の人は海水浴に、まあ、琵琶湖の近くの人は、はい、琵琶湖へ行くわけですか。そうですね、もう琵琶湖行きますから。じゃあ夏は結構もう海水浴客が、はい、そうですね、あ、海水浴じゃないですか、湖水浴になりますかね。なんですね、はい、どんなお嬢さんだったんでしょうね。子供の頃はですね、私兄が2人いるんですよ、はいはい、だから兄の後ろをいつも追っかけて、はい、すごくこう元気よくっていうんですか、はい、もう家の中で遊ぶよりは外に出て、うん、夏だともうこう川に入って遊んだり、秋になるとこう身をなんかこう、まあ、木登りまではできないですけど、兄にこう取ってもらってとか、そういう小さい頃はそういう子供でしたし、で歌はもう3歳から、もう歌手になりたいってずっと思っていたので。3歳から。子供の頃憧れた歌手ってどんな人ですか。小さい頃はそうですね、今も大好きですけど石川さゆりさん。そんな3歳の頃から演歌が好きだったんですか。そうですね、初めて人の前で結婚式で歌を歌ったのが石川さゆりさんの津軽海峡冬景色、さよならあなたって歌ってましたけど、結婚式でやばいっすね、切れる別れですね、一番ダメなことですけど、ね、でもその時にその歌しか覚えてなくって。じゃあもうご親族たち皆さん拍手でしょ。もうその時の拍手が忘れられなくって、もう歌手になりたいっていうところに。どうやって歌手になられたんですか。歌手になったのはですね、もう小さい頃から地元その滋賀県の近所で何かあるっていうと、うん、もういつもステージに立ってマイクをこう握って歌ってるっていう子供だったんですよ、うん、でずっと歌手になりたいと思っていて、そうですね、レッスンとかに行ったりいろいろしてまして、で、最終的にはそうですね、デビューの前はスカウトをしていただいてこの世界に入ったっていう感じなんですけども。なんか資料によるとデビューは割と、はい、アイドルというかポップス系 の、そうですね、17歳の時だったんですけども、本当に演歌の歌手にこう憧れたり演歌を歌うことがすごく好きだったんですけど、うん、デビューの時に、ね、もう本当に膝上のすごい短いミニスカートでのデビューでもう自分でもびっくりして、もう振りもあって、振りもありましたし、そうですね、もう自分のこう思い描いてた歌手デビューとはもう全くこう違う感じのデビューで、でもやっぱり店頭に自分の CD がこう枯れるっていう思いは一緒ですから、もう嬉しくって、本当にもう
一番に公開に行くような感じで。ああそうですか。それで演歌の方へ路線を変えたのは今から何年前ぐらい、はい、本格的に、はい、もう和服で歌わせていただくようになったのが、はい、2作前の大和なでしこという、はいはい、2004年で水木舞にデビューをしたんです。ちょうど5年目なんですね今ね。そうなんです、はい、でその時に改名をして、でもその時も歌謡曲路線だったんですね初めは。はい、でもきちんとした形で向き合うという意味では、うん、その、はい、大和なでしこからですので2年ですね。そうですか、はい、先ほどポップスの方でデビューして、はい、で本当は演歌やりたかったんだけどと、はい、でやっぱりこの歌謡界芸能界でこう、ね、第一線でこう頑張っていくってことは厳しいことですね。そうです ね本当に日々勉強ですね。そうですね。そうするとやっと5年前に水木舞になって、はい、あ自分がやりたかった仕事というか本来のところに立ってたわけですね。はい、はい、そうですね。でもここにね資料に書いてあるんですが、はい、水木舞5年目の勝負作。そうなんです。勝負なんですよ、はい、これが二人静か、はい、これ私知らなかったんですがもうちょっと教えていただきたいんですよ。二人静かって言葉は僕は知らなかったんですよ。二人静かっていうのは、はい、二人静かっていうお花があるんですよ。あそうなんですか。はい、でそのお花も見た目はすごく小さいこう、うん、白い花をつけるこうお花で、いつ季節でいうといつぐらい、季節でいうと春ですね。春、はい、春から秋夏にかけてこう咲いて、で高山植物で結構山 の上の方にこうしっかりとこう根を張って咲いているお花、うん、で今回のこの新曲二人静かのタイトルになってますが、はいはい、ということはなんかこう男と女がこう仲良く生きていけるような、はい、そういう意味の花なんですか。そうですね、苦労を乗り越えていくというあそっか、高山植物だからやっぱり気候厳しい気候にも耐えつつ、そうですね、しっかりと花を咲かすという意味で、はい、いろんなことを二人で笑顔で乗り越えていこうねっていう、うん、そうなんですね。演歌っていうと悲恋というか別れの歌だったりとか、ね、実らない恋の歌だったりとか、はい、いろいろありますが、はい、この水木さんの今回の曲あるいは、はい、歌い方も含めてとってもこうワクワクするような明るいというか、はい、そういうタイプですよね。そうですね、幸せ演歌で、もう聴いてくださる方も歌ってくださる方ももうとにかく笑顔で、楽しく軽やかな気分で。私気になったのはこの曲なんですが、はい、作曲の方が徳久浩二さんなんですね。はい、この歌はですね、ある番組で一般の方に詩を応募して そこから徳久浩二先生が曲をつけていただいたので、これは何か U 局のテレビ番組、はい、歌謡サロン演歌がええじゃんっていう、はい、番組の中で詩を募集して、はい、でこの詩が生まれた。そうなんですよ。で徳久先生が書いてくださって、マイさん知らないと思うんですけどね、僕は徳久さんよくテレビで知ってまして、はいはい、今作曲家って思われてますけれど、はい、ちょうど1975年、はい、寺内貫太郎一家っていう、はい、非常にホームドラマがあったんですよ、はい、その時に北へ帰ろうという曲が大ヒットして、当時ご自身でねギターを弾きながら歌って、この北へ帰ろうってなんかそういうなんですけどすごいねもう大ヒットしたんですよ。そこからその後は作曲家として、もうね有名なひばりさんからないからいろんな方に楽曲を提供してきて、はい、このね徳久さんに作っていただいたっていうのは5年目の勝負作にぴったりですね。そうなんですね。先生は本当にすごく温かい方で、その思いっていうんですか、で今回も書いてくださって、もう本当にこの歌は先ほども話しましたけど、笑顔でもうとにかく笑顔で歌えばいいよって言ってアドバイスしていただいて、でなんか先生もこう一人一人に服をこう作るように、オートクチュールのようにこの歌を書きましたって。ああそうですか。